にちは、S&D です。今日はレシーブの時に目線をうまく使えるようになる練習を行っていきます。強打レシーブ、フェイント、サーブレシーブなどの時に、いつも私たちの動画ではボールの下を見ましょうということを言っています。そのボールの下を見るということがまだわからない人や、レシーブの時に腰が高くなってしまって下のボールが取りづらかったりする人などは、ぜひこの練習を取り入れてみてください。練習の一つ目は、座った状態でも膝立ちでもどちらでも構いませんが、ボールを投げてもらってキャッチをしていきます。これはキャッチをするということが目的ではなくて、来るボールに対してボールの下を見て目でボールを追うことが目的なので、必ずボールの下を見てキャッチをしていきましょう。では下で大丈夫です。この時に一つポイントは、顎を上げてこのようにボールを見ると、ボールが来るときに下が見れなくて上に目線が切り替わってしまうので、必ず顎を引いてボールの下をギリギリまで見ることを意識していきましょう。慣れてきたら距離を伸ばして行っていきます。練習の2つ目は、今のように投げてもらったボールをレシーブしていきます。これもレシーブすることが目的ではなく、目線の練習なので、必ず顎を引いて集中してボールの下を見てレシーブをしていきましょう。これが慣れてきたら実際に打ってもらってレシーブをしていきます。3つ目の練習は、ネットの下に構えてボールを投げるか打ってもらってレシーブをしていきます。で、その時はネットより前に出なくていいので、この状態でレシーブを行っていきましょう。ここにシートを貼れたりしたら一番いいと思うんですけど、貼れない場合は視界にネットが入らないように低く構えて、自分の視界にネットが入ってたら顎が上がって目線がボールの上を向いているということになるので、顎を引いて視界にネットが入ってない状態でレシーブをするということを意識して練習をしていきましょう。これもレシーブの練習じゃないので、目線だけを意識して練習を行っていきましょう。4つ目は、ボールを投げてもらうか打ってもらうかするんですけど、構えるときに前に手をついて打たれる瞬間に離してレシーブをするという練習です。小学生などでこう一旦ここについて構えるという選手を
たまに見るんですけど、すぐ離してしまうとすぐに膝が立ってしまうので、ギリギリまでついておいて、来るギリギリで離してレシーブをするというふうにすると、ある程度姿勢も低くなりますし、この状態から打たれるところを見るので自然に上目遣いになるはずです。なのでギリギリまで前、足の前に手をついてレシーブを行っていきましょう。レシーブは腕の角度や足の筋力などもすごく重要ですが、目の使い方もそれと同じぐらい重要なので、ぜひこの練習を取り入れて目を上手に使えるようになりましょう。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。